タケラジ公式アプリズームタケラの Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。タケダ塾チャンネル。タケダ塾教務長の名残です。タケダ塾教務の高田です。このチャンネルを視聴の皆さん、ぜひですね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。では中森先生、はい、共通テストと二次試験科目の優先順位を知りたいという国立志望の子から質問が届いてます。多分状況によってもこれ答え変わってきますよね。どういう子なのかっていう。ね、じゃあこういう状況の子はこういう風に考えてねっていう風な話からいきましょうか。大前提として、はい、今年は共通テストの方がめっちゃ優先になる可能性が高いです。なるほどなるほど。それはなぜでしょうか。二次試験がなくなるかもしれないから。例えば横浜国立大学とかだったらすでに二次で学力を問う試験っていうのはやらないですよっていう発表がありました。それに追随する大学があるかもしれないってことですね。そうですね。で、本番直近でもしクラスターがその地域で起こってしまった場合、はいはいはい、実施できない可能性が大いにあり得る。なるほど。はい、まあ歴代でもなんかね、災害とかあった時には二次試験をなしでセンターの点数だけで判定しますみたいなことが普通にあったんで、そういう意味で今年は共通テストのみで結果が決まる可能性が割とあるかなとは思ってるんで、まあ共通テスト優先かなとは思いますね。二次巻き返し型じゃなくて、まあ、共通テストを逃げ切り型で準備しておいた方が二次試験なくなった時のためにいいんじゃないかということですね。はい、まあ、もしものためにそういう対策をしていきましょう。まあ、それは踏まえて上なんですけど、はい、まずね、普通は共通テストの優先度は高いんですよ。あの偏差値がそこまで高くない国公立の場合は配点が高いからですね。はい、あの配点が低いようないわゆる難関大学はそもそも共通テストを苦にするような状態だったら受からないからですね。だから共通テストで点が取れてない状態の人はまず共通テストが取れなきゃ話にならないわけですよ。共通テストもし受けました、じゃあ5割です、4割です、はい、でもキャンパスやってますとかプラチカやってます、はい、ポレポレやってますとおかしいわけですよね。そうですね。5割しか取らなくていいような科目があってその対策をおろそかにしてるとかなら全然いいんだけど、はい、トータルで取りたい点数の目処が立ってない状態で、まあ、2次の対策ばっかしててっていうのは実力が足りてないと思うんですよ。なるほど。前提として、はいはい、なのでやっぱり共通テストで、まあ、目標点のマイナス10から 15% ぐらいは現時点で取れるようにしておいた方がいいんじゃないとは思いますね、その直前の対策期間やることを考えても、じゃあ次ちょっと中村先生質問なんですけど、二次試験で使う科目、A 国数じゃあ使いますよとした時に、はい、二次試験の科目はその目標マイナス1割取れるようになりましたと、はい、じゃあ次二次対策を頑張るべきなのか、はい、共通テストでしか使わない理社の対策を頑張るべきなのか、これどっちの方が優先順位高いと思いますか。理社だろうね。おお、なるほど。理社っていうか、うん、その3科目の量を減らして理社に使うだろうね、はい、共通テストの対策ってそんなに量ないんですよ、はい、実際。はいはいはい、そうですね、うん、例えば数学なんかだったら、まあ、1A、2B 各多くても10回分ずつぐらいじゃないですか、うん、ってことは今から毎週ちょっとずつやっていくにしたって週に1年分とか2年分しかやらないわけですよ基本的に、はい、それ以外の時間で2次の対策を、まあね、あのちょっと減らし目で進めつつ、まあ、理科とか社会のまだ手かかってつけてないやつをやっていくっていう形でいいんじゃないかなと思います。共通テストの方が試験先にありますから、第一日程第二日程どちらかに受けるかにもよりますけど、その後の、期間も2次に全部当てられますから、共通テストの方が、気持ち優先順位高いということですね。なんていうか本番で取りたい点数の目処が立ってるかが一番重要だと思うんですよ、はいはいはい、共通テストでやらかした場合2次のリカバリーっていうのは相当配点が高くるところじゃない限りは、うん、めちゃめちゃ厳しいわけですよ基本的に、うんうんうん、やっぱり今点取れなくてもいいんですよ、取れなくてもいいけど、はい、取れる目処が立ってないければまず目処は立つようにしなきゃいけない。で、皆さんが思ってるよりも共通テストが大事で、共通テストをおろそかにしてる子、基礎がまだできてない子が多いから、中村先生からの警告ですよね。そうですね。共通テストちゃんと取れるようになろうよ、そうしたら点数取れるっていうビジョンはちゃんと作ろうよということですね。そうですね、はいはい、共通テストとかセンターの点が取れないってことはそもそも基礎がやばいってことなんで、形式がね特殊だっていうのもあるとは思うけど、でも慣れさえあれば知識があれば解ける問題なんで、取れてない時点でおそらく基礎知識もないっていう可能性は高いと思った方がいいですね、はいはい、基礎が一番大事ですからね。そうですね、はいはい、というわけで、皆さんこのバランス、共通テストに重きを置いたシフトにしておいた方が今年はいいと思いますし、はい、皆さんね、今の自分の実力に合わせた対策をしっかりしてもらえたらなと思います、はい、今回は以上です。先日私高田が武田塾札幌校へ行ってきました。札幌校の渡辺先生、とても素敵な先生でしたし、教室の雰囲気もとても良かったです。札幌校の紹介動画上がってますので、ぜひ皆さんご覧ください。